ポリエなんかありそう。パン屋さんのブログ動画撮ろうかなと。行きましょう行きましょう行きましょう。ローソンあったよ。ああ、マグロだ、怖い。雨です。雨こんな感じだとずっと通っといてやろうかな。こんな静かなの。写真やと思って。写真やと思って。動画ですよ。こう行こう。行こう行こう。さあさあ。嫌だな。嫌だな。嫌だな。やってるかな。詰まってる可能性もなきにしも、ね、日曜日自販機取っとこう。伸びる。これ伸びるで。伸びた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 。私寒いな。みんな。俺めっちゃ薄着できたん今日。昨日すごかったですからね。すごいもう。そうやね。シンくんのあったかさやな、それ。いや、ちゃう。どういうこと？貸しましょうか。あ、いい。ちょっといや、貸しましょう、じゃあ。何屋さん、これ。あった、おしゃれな、これ。シンさん、もしも、自分のお店、建てるっていうか、作るとしたら何します？ミチーさんも、もし、もしも、自分がお店出したいな、なったら何出します？何やろな。あ、コーヒー屋。あ、コーヒー屋。いいっすね。喫茶店。いいっすね。喫茶店いいっすね。何がいいって、コーヒー屋やったら、ちょっとした、なんか、ケーキとかも、大丈夫。ハードルは下がるはずやねん。コーヒーメインだから、つって。だから、ちょっと、おしゃれなもん出せば、おお、おしゃれになんねん。だって、うちコーヒーですもんって言えるから。凝ってますよって。凝ってますよって。わからん。アメリカ？コロンビア。エッグタルトとか出すときはよ。コーヒーにして、うわー、夜バー。なるほど。あ、それいいな。なるほどなるほど。あ、ほいでバーやるやつはさ、バーテンに貸すねん。あ、自分はオーナーとして別に店には立たへんねん。いいっすね。経営者で。あ、なるほどなるほど。それいいやん。いいっすね。まあ、バイトの子雇って。雇って。わあ。ピザだけ作ってさ、夜配達ありにするんだよ。ウーバーイーツを登録させる。はいはい。そしたらさ。宅配ピザって10時までやん、大体。それ以降のピザ食いたいやつのために、ピザ焼くねん。ピザ焼くねん。ペタクソだってピザ焼くねん。これ、今、編集しようとして嫌な人思うねやろな。部屋で喋るよ。ここちゃうやろ。絶対今突っ込んでますよ。思ってる。部屋でやるよ。そんな感じの食べ方の。あんま聞こえへんやんけ。その時間にお金にどの余裕身の手先にあったパンの方がでかくなっちゃうから僕らよりもパンの方がでかくなっちゃうパンをねでかくなっちゃうから見つけたいね。みんな美味しいよ。はい、何度も何度もね、区切って言うんです。3軒目ですね。3軒目です。見るだけにあった。なかなかね、見どころはありました。見どころは見どころにあった。でも、おすすめはせんのかい。おすすめはせんのかい。それかさ、タマでのさ、スーパータマでオリジナルのあるじゃん。それをさ、タマでのやつ食べてみたみたいな。お、よっしゃ。一回食材見てみますか。よいしょ。はい。しました。買いました。こんだけ移動して、玉で。玉で。何を買ったでしょう。さあ、急ごう。15分ですよ。やばい。急ぎ。みちさん、ありがとうございます。はい。よいしょ。何を買ったか。先言うだ。20分。歩き回り。こんな、オリエでね。おしゃれなオリエで。生で2って万代ぐらいにね、行けるようになりたいですね。万代ぐらいね。まだ生で。ちょっと。ああ、帰ってきました。ただいまーって、何も変わってない。ただいまーって。散歩してきました。さあ、何を買ったか、ちょっと。お疲れ様でした。シンさんから。僕は、はい。アメリカンドッグを、日本入りアメリカンドッグ。揚げ物。大きなエクレア。うわー。はい。お茶。俺さ、これのお茶のパッケージ初めて見たわ。まあ、確かに。多いお茶だと思う。多いお茶ですね。でも、カレーパ、反対、カレーパも。だから、結局みんなだから、タマで行って、ちょっと安く、
ちょっと安く買えただけって。ちょっとだけ安く買える。結局あんだけ回って食べます。なんか最近俺と柳さんはフューチラジオに行ったりしてるけど、こういう動画はよくないな、どう考えたら。ロング動画初めてじゃないですか。4年もないよな、最近。ないですね。こういうの。企画とかのね、動画がもうないから。そうなんです。いただきます。新さんはもうどこ行っても、アメリカンドッグや。タモでのアメリカンドッグ初めてだったけど。どうなんでしょう。なあ。出しました。コンビニとの違い。みんなでなんかまたなんか聞きなんとかみたいなのやりたい。企画もやりたいですね。そう。企画とかもさ、なあ、ある程度。うんうんうん。だから思いつきで撮ったやつはサンプルあげてもいいしな、うんうん、俺消したいからさ、なんかもうサンプルあげたんかなって思うのあんねん。え、何？例えば、うん、雨の中、俺と柳さんがテントを片付けるだけを定点で撮ってる映像さん。あ、テント回しのとこで撮ったんですよ。あ、確かに、あれ18分ぐらいただただこうやって、さすが2人の男がテントを持っていいんじゃない？サンプルあげたんかな。企画やるとしたらこれやりたいみたいなのある？かな。なんか昔僕ずっと言ってるんですけど、ゲームをやってほしいんですよ、新さんと柳さんに。どういう系で？やっぱレトロのゲームやってほしいですね。はあ。新さんとかやったら分かると思うんですけど、任天堂その64とか。ああ。なるほど。懐かしい。そうですそうです。64な。だからゲーム駄菓子屋バーみたいなところがあるじゃん。やってましたね。うん、うんうんうん。笑いながら見るっていうよりはこう見てる人が。飯食いながらとか、なんか、作業してて、声だけでも、なるほど、そう、みたいな。なるほど、なるほど。流しね、食べ流すのもいいかも。流しながら、朝のなんかね。ずっと見とかなあかん動画やから、意外と、食べ流し動画って便利だよな。そうなんです。なんか、最近お風呂入りながら流すから、ちゃんと見るやつは逆に溜まってくんねんか。後で見るに入る。なるほど、なるほど。でもそれ以外の方が見ちゃうな、流して。俺はあの競馬とか行ったのみんなで。ああ言ってましたね、競馬ね。大阪やったらどこっすか。大阪やったらあの阪神の兵庫の阪神か二川ですか。うん、ああやっぱそこなんですね。はい、明日は京橋とかから乗って京都になんねんけど、京都競馬か。ミッチーのやったらそっちの世界。二川が近いですね。なるほど。地方競馬なんですけど、そう、僕の住んでるところの2つ向こうの駅に園田競馬っていうのがあって、なんかね結構おもろいですよ。地方もやるな。地方競馬1回行ったんですけど面白くて結構。なるほどな。いいっすね。誰かが買って、うん、バムシ行こうぜ、ご飯行こうぜ。そうそう、まあこうなんか芝生で見れるからさ。ほう、めっちゃ綺麗やねんか今。なんかレストランとかだけでも10個ぐらい入ってたりして、なんかもうまあテーマパークみたいな、だからそんなに行ってた。むしろそんな行きたい。馬走るところなんか横に柳さん走ってもらってさ、2秒ぐらいで切れますよ。いただきます。いつもこんな感じなんですよ。ちゃんとケチャップも残してくれる。どうぞ。いただきます。あと普通にボウリングとかしたいの。ああいいっすね。ボウリングね、いいっすね。やったことない。あれやろうよ。英語喋ったらあのやつ。パクリじゃない。あんのそれ。でもまあいいっすね。英語喋ったらあのやつ。ちょっとだけ食ったら、なんかするっていう。そうそう。なんかやりましょうよ。なん。ねえ、面白そう。なんか100行くたんびに企画とかやってみる。ありがとう。あと3分。あ、ごめんなさい。待たすの遅すぎる。もっと早く渡すよって。食べるときにバイバイ。こんな計画もない。どうしよう。これで笑おう。ありがとうございます。